小池国蔵から1925年3月1日は日本の実業家、投資家である。旧姓、浅川。陽名は国五郎。海の府生まで。小学校卒業後の1878年に12歳の若さで若尾一平の門に入り、株式取引を支持する。1890年に若尾が貴族院議員に就任したと同時に秘書を務めた。 1895年には、若尾と共に生まれ故郷の甲府で、綿や絹の商人として活動した。1897年には、東京の株都町に自身の商店、小池国造商店を設立し、仲買人として、証券の取引等を経営したに、合資会社へ改装。後に渡米し、渋沢栄一率いる渡米実業団に参加し、ニューヨークのウォール街を視察した。 帰国後の1915年には、日本科学資料を設立し、投資以外の役職に携わり、カラフトの落合いにて工場を建設し、生治の発展に貢献した。1917年同社を解散し、かねて買収していた銀行の頭取につく。解散した、証券会社の業務は、新たに設立した元番頭の杉野規制を社長とする、山一号市会社廃業へ引き継いだ。 はじめは東京のみ事務所を設置したが、1919年に横浜に事務所を設置したのを皮切りに、大阪や名古屋等の主要都市に事務所を設置し、日本における証券の改革に貢献した。後に東京ガスや富士製紙、九州炭鉱等の社長を務め、公衆財閥の重役となった。ありがとうございます。